新藤辰巳のゴミラジオ。なんかこれね、これ誰も言ったことないけど今初めて言うけど、うん、俺らの時にそのエロ本でいろいろ種類あったと思うんだけど、うん、そのちっちゃい本っていうのが流行ってたというか、そのいわゆるその今ちょっと分かんないと思うけど、ボムとか、あ、はいはい、ボムね、ボムぐらいのやつだ。そうそうそう、はいはい、単行本よりちょっと大きいぐらいの、はい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 、ボムとかダンクとかっていうのがあって、それぐらいの大きさで手帳ぐらいのね、そうそうそう、はい、ぐらいのそのエロ本があったのね、はい、スーパー写真塾とかなんかそんなのようなのがね、あったんだけど、それにさ、その絵を投稿するコーナーがあって、うん、そこにね、俺中学校の時に絵を送って、うん、その雑誌に載ったことあるの、うん、その絵が、絵をね、はいはい、そんでそれもさ、中学校の時にこう学校行く時にその、うん、綺麗なお姉さんがいつもすれ違うから、うん、それをそのお姉さんのなんかその想像した絵みたいのを送って、で毎日7時55分にすれ違うから7時55分の女っていう感じで送ってね、7時55分それを送って、しかもねその雑誌載ったら普通さ、うん、そんなんの記念品みたいなのをもらえたりとかする、その雑誌載ったら原稿料もらえる。おうおうおう、で俺現金2000円もらったんですよ。今ですごくたらもう4万ぐらい今、いやいや、いつだいつだみたいなそこまでないよ。そう、原稿料すごい。